Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Alors dans cet épisode, comme je le pensais, nous allons partir en guerre contre une faction ennemie, mais nous allons aussi retrouver un des personnages les plus charismatiques, enfin pour moi en tout cas, de Final Fantasy XIV, et j'avoue que ça fait plaisir, puisque après avoir revu Estinia dans l'épisode précédent, on retrouve celui-ci dans cet épisode-ci, et si ça continue, on va enchaîner tous les personnages que j'aimerais revoir. Il manque plus que Yashtola et je serai comblé. Yashtola qui est ma personnage préféré et qu'on n'a pas encore revu dans cette extension. Donc je gage qu'on finira par la revoir aussi, vu comment c'est parti. Sinon, épisode très intéressant, je trouve, niveau histoire. Je vais donc vous laisser découvrir tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.急に呼び立ててすまない。こたびは皆に問いたいことがある。知っているものもいるだろうが、先ほどユールモアの総代としてランジート将軍が私の元を訪ねてきた。彼らは大罪喰いを打った者、 闇の戦士の、ユールモアと真っ向から戦うのは容易なことではないだろう。それでも私は、無論己の立場は理解している。 それについて、お前たちはどう思う？我らがこうよ。あなたは分かっておいででしょうに。俺たちもあの空を見たら、わけもなく泣けてきたんだ。闇の戦士の素性なんて知らずとも。 あれは間違いなくノルブラントに取り戻すべき光景さ。ユールモアは未だに世界の中心だ。対立すれば生きにくくなることは間違いない。位置を預かる身から言わせてもらえば、流通の面で 大きな制約を抱えることになる。だが、なあに、しばらくは耐えられる。この町はそういう風にできてるんだからね。それがクリスタリウムの誇りであり、 この町ができた時に、こうと誓った唯一の方針だったって代々伝え聞いてきたよ。時が来たらば立ち上がれ。あなたは最初にそうおっしゃったのでしょう。いずれはびこった悲しみが日常となり、誰もがそんな世界を受け入れるようになっても、 この町は抗う心を忘れるな。そして、この地に生きた人の歴史を未来へと届けるために踏み出せ、とね。そうでなくたって、ユールモアの連中は気に食わねえしな。いつもいつもこっちの足元見た取引しやがってよ。お前、 それを言っちゃ台無しだろ。ならば今、我らの意思を示そう。実は
落山城に駐留しているユールモア軍が光の巫女を捕らえたとの報告を受けている。罪喰いと渡り合うことのできる彼女ユールモアはおそらく再び監禁してしまうだろう。ならば闇の戦士を支持し罪喰いを退けんとする我らは光の巫女を救い出し仲間に迎えるべきではないか。それをもってユールモアへの返答としよう。賛成。賛成。それにあたって策のあるものは、これで町ごと反逆者だ。あなた方も一員として加わるかい？まったくしたたかだな。あなたもあなたの町の民も。水晶校、まずはアマロを使ってレイクランドの空を制しては。彼らの移動手段は飛空艇、その出発を遅らせましょう。同時に工芸館で開発されたドリームパウダーを上空から振りまく。全員を眠らせられはしないでしょうが、戦力はそげましょう。そこに私たち衛兵団が乗り込んで巫女を救助します。わかった、その作戦で行こう。各自準備を進めてくれ。それで反逆者の一員として私たちにも役目をくれるんでしょうね。飛び。では衛兵団に加わって行動を。詳しい指示はライナから受けてくれ。
立ち止まるな。さっさと歩け。想像しいな。何事だ。さてはクリスタリウムの連中だな。飛空艇を足止めしようと邪魔してるんだろうよ。塔に群がってる連中らしい。みみっちい抵抗さ。なんだこれは。急いで報告を。団長、作戦成功です。では私たちの出番ですね。落山城に突入して光の巫女を救出しましょう。
行きますよ。Thank you.
そうですか。貴様の様相、聞きを読んでいる画家の特徴に似ている。真実はすぐに知れよ。ミンフィリアともども檻の中で行いを顧みているがよい。まさか貴様か。ミンフィリアを盗み出したネズミは。だったらどうする。よし、あまりにも弱し。この程度の下郎は光の巫女と並び立てると思うてか。
ブレイク。かような真似をして貴公の町ごと滅ぼされたいのか。そちらは元よりそのつもりだっただろう。何、行動を起こした時点で全ては覚悟の上だ。では次はどう出る。貴公自ら我を相手取るとでも。いいや、転移装置は使い捨て、足止めの魔法も先ほどのがせいぜいだ。お前が本気で彼らを追おうとするならば、私には止める手立てがない。だが気をつけるがいい。彼らの向かった先は我らクリスタリウムもユールモアでさえも不可侵の領域。妖精郷イルメグなのだから。バウスリーに軍を仕向けるほどのやる気が残っていたとは。どんな馬鹿らしい争いであれ、戦が起きれば世が動く。まったく、これじゃ計画の練り直しだ。あいつ水晶効果、一体どうやって原初世界の英雄を呼び寄せた。あの英雄もどれだけ私たちの邪魔をしたら気が済むんだ。あの魂の持ち主と来た。ならば殺し合う以外の道もあるか。昔、険しい北部山脈の合間にはフブート王国と呼ばれる国があった。あの古い国もまた積み食いの襲撃により長い歴史に幕を下ろしたのだという。今目の前に広がるのは美しき妖精郷。夢見たままの魂が滅びの都に遊んでいる。さて、ここまで来れば追ってはひとまず大丈夫だろう。改めて久しぶりだな。お前たちの体感とは違うだろうが、
俺にとっては5年ぶりだ。慌ただしい再会になったけど、正直駆けつけてくれて助かったわ。でもどうしてあの場に？俺とその娘ミンフィリアは積み食いを借りながら旅暮らしをしていたんだ。だがレイクランドの近くまで来た時、そいつが唐突に姿を消した。探し出してみればユールモア軍に捕まっていると来た。どう救い出すか思案している時にクリスタリウムにも動きがあるのを見てな。急ぎ水晶港を訪ねて作戦を知った。同時に頼まれ事をしたんだ。ミンフィリア救出作戦において劣勢になることがあれば、お前たちごとイルメグへと離脱させる。その場合に案内役をしてほしいとな。ここは確かウリエンジェが拠点としている土地だったね。私たちが彼と会ったのはクリスタリウムだったから、こちらから訪ねるのは初めてのことだ。無理もない。ここは気軽に人が入り込むべき場所じゃないからな。だが幸い俺とミンフィリアは一時期ウリエンジェの館で世話になっていたんだ。それで少しはイルメグの事情も分かっている。水晶港からはユールモア軍の追っ手が到達する前に二つのことを成し遂げてほしいと言われている。一つ、ウリエンジェと合流すること。二つ、この地の大罪悔いを討伐することだ。あなた、ミンフィリアって呼んでいいのよね？ねえ、どうしてサンクレットを置いて出てきちゃったのよ？あなたに会いたかったんです。サンクレットと同じ世界から来た英雄に。眠っている時にふと予感がして、会うべき人が近くまで来ている。だから行かなきゃって。でもサンクレットは大きな動きのあったレイクランドにこれ以上近づくべきではないと言っていました。だから止められると思って。その結果がどうだ？あと一歩俺やこいつらの到着が遅ければ、お前はユールモアの監獄島に逆戻りだったんだぞ。よりにもよってあのランジートにまで見つかって、お前本当に。ごめんなさい、助けてくれてありがとうございました。ああ、怒られちゃってかわいそうに。今の声。ねえ、怖い顔をしていないで私たちと楽しく遊びましょう。遊びましょう。と
ミフィリア、ウリエンジェの館への道、思い出せるか？そんな、そんなはずない。だって、何度も行き来してたのに。どうして、思い出せないの？まずいな。俺たちはすでにここの住民たちの術中にあるらしい。